省エネの達人企業編。今回は北海道小樽市国定公園内に立つホテルノイシロス小樽の省エネを紹介します。三方を海に囲まれ、57ある客室すべてがオーシャンビューのリゾートホテルです。今回の達人による省エネ術はこちら。お客様の動きに合わせて電気使用量 21% 削減。一体どんな取り組みをされているんでしょうか。早速行ってみます。こんにちは。こんにちは。達人の平山さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の達人は管理部マネージャーの平山和夫さんです。達人、はい、お客様の動きに合わせて省エネをされていると伺ったんですけど、どういう取り組みをされているんですか。はい、1日に、電力ピークがですね、はい、3回から5回あるので、はい、それに合わせたらちょっと対応させていただいております。それはどういう時に電力ピークが来るんですか。はい、チェックインの時のお客様の動き、はい、お食事の時間帯、あとはチェックアウトに向けての準備するのに電力を使うということで電力ピークが発生します。電力ピークとは1日の中で最も高い消費電力の値のこと。この値が基準となり基本料金が決まります。チェックアウト前とチェックイン後、それに夕食後の1日3回、客室の電気使用量が一気に上がり電力ピークを迎えます。その時間になると達人はスタッフ用の自動販売機のコンセントを抜いたり、バックヤードの照明を切るなどして消費電力を下げています。さらにデマンドになりましたのでよろしくお願いいたします。はい、わかりました。厨房に協力を求めることも。仕込みに影響の出ない調理機器の電源を切って電力ピークを乗り切っているんです。さらに達人についていくと、はい、どうぞ。達人、はい、今空調のスイッチを切られましたね、これは何で消したんですか。はい、こちらのお部屋は、予備のお部屋でご用意してまして、はい、お客様がいつ入られてもいいように準備してた段階だったんですよ。これはどういう判断でお切りになったんですか。はい、今まではずっと遅くまでつけてたんですけども、はい、今は状況により、天候もありますけども、そういった判断した上で切らせていただいてます。電力ピークをきっかけに始めた省エネの取り組みですが、最近ではピーク以外の時間にも行うようになりました。例えば準備中のレストラン、窓が大きく差し込む日差しで室内の温度が上がりやすいため、ある対策をとっています。こちらのレストランすごく眺めがいいんですけども、はい、今カーテンを閉めてますよね、これはどうしてですか。レストランのガラスが、はい、全面ガラスなの で、はい、日が入ってしまうと今度は室温が上がってしまうので、そちらの対策しています。冷やされた空気がこう熱くならないように。そうです。こまめにカーテンを開け閉めする取り組みは客室でも行われ、電気使用量 21% 削減を実現しました。お客さんの行動を把握してサービスの質を落とすことなく省エネを実現していました。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。おはよう。あなたが働く街、今日も一日頑張って。電気という活力を街の隅々にみなぎらせて。こんにちは。あなたでにぎわう街、人と地球が共に幸せになる光り輝く未来のために、エネルギーを賢く上手に使いながら。ただいま。あなたが安らぐ街、暮らしに豊かさと潤いを与え続けてくれる明るい光に包まれて。おはようの街からお休みの街まで、電気を守る、作る、賢く使う、日本全国24時間電気のそばに私たちはいます。電気にエネルギーを注ぐ日本テクノ。